新番組侍戦隊真剣じゃ。ピッピッ登場。千葉家18代目当主である真剣レッド千葉武総だ。天下御免の侍ヒーロー今出陣。第1幕伊達姿御侍、2月15日朝7時30分スタート。さて次回、侍として生きるということ。自分の夢放り出してきてんのよね。殿様と一緒に頑張りたい。よし行くぞ侍合体。第2幕極めつき生きな合体、いざ参る。この番組は楽しい時を作る企業バンダイ、株式会社東京ドームと、ご覧のスポンサーの提供でお送りしました。さて次回。お前は友達を危険にさらしたんだ。今日から俺は一人で戦うからな。どうする千秋。第3幕腕対峙腕比べ、いざ参る。この番組は楽しい時を作る企業バンダイと、ご覧のスポンサーの提供でお送りしました。さて次回、下道衆と少年との約束とは。私にはわかる、あの頃の自分が重なって見えて。私そういう弱ってるやつダメなのよ。第4幕弱情け涙川、いざ参る。この番組は楽しい時を作る企業バンダイと、ご覧のスポンサーの提供でお送りしました。さて次回、次第に手強くなる敵に。お力が足りなかっただけだ、もっと大きな力を使う。そんな無理すぎ。第5幕兜折り紙、いざ参る。この番組は楽しい時を作る企業バンダイと、ご覧のスポンサーの提供でお送りしました。さて次回、あやかしの言葉の攻撃に。うち昔からアホとか言われてたし、大体ほんまのことやし。なんだよそれ。第6幕悪口王、いざ参る。この番組は楽しい時を作る企業バンダイと、ご覧のスポンサーの提供でお送りしました。さて次回、新たな折り紙を捕獲するために。殿、必ず。戦いは勝つばかりじゃない、お前ならできる。第7幕カジキ一本釣り、いざ参る。この番組は楽しい時を作る企業バンダイと、ご覧のスポンサーの提供でお送りしました。さて次回、下道衆に次々狙われる結婚式。まだ足りない、もっと花嫁よ。じゃお嫁に行きますか。第8幕花嫁神隠し、いざ参る。この番組は楽しい時を作る企業バンダイと、ご覧のスポンサーの提供でお送りしました。さて次回、あやかしに操られた虎折り紙と龍之介。やめろ龍之介、目覚まして。こいつは俺が倒す。第9幕虎の反抗期、いざ参る。この番組は楽しい時を作る企業バンダイと、ご覧のスポンサーの提供でお送りしました。さて次回、力不足を痛感する千秋。俺かっこ悪い。お前の中にあるお前の気を見つけよ。第10幕大天空合体、いざ参る。この番組は楽しい時を作る企業バンダイと、
ご覧のスポンサーの提供でお送りしました。さて次回、タケルが下道士を倒す切り札、何としても殿をお守りする。来るな。第11幕三つどもえ大騒動。俺が望んでいた戦いはこんなものではない。いざ参る。この番組は楽しい時を作る企業バンダイとご覧のスポンサーの提供でお送りしました。さて次回、あいつらはきっとこれからも。改めてお前たちの命預かった。超侍合体第12幕史上初超侍合体、いざ参る。この番組は楽しい時を作る企業バンダイとご覧のスポンサーの提供でお送りしました。さて次回、マコに憧れる琴葉だが、もし戦いに勝てなかったらマコちゃん。第13幕思い泣き声。子供たちを泣かせはしない。いざ参る。この番組は楽しい時を作る企業バンダイとご覧のスポンサーの提供でお送りしました。さて次回、侍志望の外国人が現れて、お師匠一緒に戦うよ。おお、我が弟子よ。第14幕異国の侍、いざ参る。この番組は楽しい時を作る企業バンダイとご覧のスポンサーの提供でお送りしました。さて次回、あやかしの悪だくみで、どうしてみんな俺のことを。さあショータイムの始まりだよ。第15幕偽物本物大捕り物、いざ参る。この番組は楽しい時を作る企業バンダイとご覧のスポンサーの提供でお送りしました。さて次回、黒子さんを見習え。意地でも役に立ってみせる。困っている方はいらっしゃいませんか。第16幕黒子の力、いざ参る。この番組は楽しい時を作る企業バンダイとご覧のスポンサーの提供でお送りしました。さて次回、妙な寿司屋が現れて、あれだあいつ、こういう場面を待ってたんだよ。来いよ下道主。第17幕寿司侍、剣術剣断。この番組は楽しい時を作る企業バンダイとご覧のスポンサーの提供でお送りしました。さて次回、侍になりたい源太だが、お前は侍じゃないし6人目でもない。助っ人はいなくていいの。あん時の約束だ。第18幕侍襲名、いざ参る。この番組は楽しい時を作る企業バンダイ、株式会社東京ドームとご覧のスポンサーの提供でお送りしました。さて次回、龍之介に認められたい源太だが、やっぱりただの侍ごっこだな。侍ごっこかもしれねえけど、第19幕侍心手習い中、いざ参る。この番組は楽しい時を作る企業バンダイとご覧のスポンサーの提供でお送りしました。さて次回、魂を食われてしまった琴葉。ごめんな、うち戦われへんくて。絶対助ける、だからそれまで。第20幕エビ折り紙変化、いざ参る。この番組は楽しい時を作る企業バンダイと
ご覧のスポンサーの提供でお送りしました。さて次回、思わぬ出会いが。親父、なんでここにいんだよ。お父さん、千秋の。よろしく。第21幕、親子グマ、いざ参る。この番組は楽しい時を作る企業バンダイと、ご覧のスポンサーの提供でお送りしました。さて次回、元太に頼まれて琴葉は。お嬢様のふりなんて。花折琴葉さんと婚約しました。どうぞお嬢様。第22幕、殿執事、いざ参る。この番組は楽しい時を作る企業バンダイと、ご覧のスポンサーの提供でお送りしました。さて次回、下道衆の力が増す中。引導ですか。教えてもらおうじゃないか、封印の文字を。お前たち行け。第23幕、暴走下道衆、いざ参る。この番組は楽しい時を作る企業バンダイと、ご覧のスポンサーの提供でお送りしました。さて次回、重蔵に連れ去られたタケルは。だから落ちた下道に。折り紙の力を一つにしてもっと強くなる。第24幕、新侍合体、いざ参る。この番組は楽しい時を作る企業バンダイと、ご覧のスポンサーの提供でお送りしました。さて次回、マコが夢の世界で見たものとは。薄皮太夫、たとえ下道に落ちようと。第25幕、夢世界、いざ参る。この番組は楽しい時を作る企業バンダイと、ご覧のスポンサーの提供でお送りしました。さて次回、タケルとの戦いを望む重蔵。やっぱり反対です。侍として覚悟を決めないと。戦えるのは俺だけだ。第26幕、決戦大一番、いざ参る。この番組は楽しい時を作る企業バンダイと、ご覧のスポンサーの提供でお送りしました。さて次回、あやかしが人々の魂を入れ替えて。みんなの命かけてんだ。これがうちらの戦い方や。第27幕、入れ替え人生、いざ参る。この番組は楽しい時を作る企業バンダイと、ご覧のスポンサーの提供でお送りしました。さて次回、せめてこれが俺の形見だ。我の名は筋柄の悪魔ろ。この感触たまりませんな。第28幕、提灯侍、ごよでごよで。この番組は楽しい時を作る企業バンダイと、ご覧のスポンサーの提供でお送りしました。さて次回、大の用が家でして。役に立ってたことを証明してやる。俺は絶対謝るめ。提灯ってのは世界を照らすものなんでさ。第29幕、家で提灯、いざ参る。この番組は楽しい時を作る企業バンダイと、ご覧のスポンサーの提供でお送りしました。さて次回、あやかしの企みで学生たちが。同じ学校の人。まるで人形、やはり変だ。うちらがみんなを守る。第30幕、あやすり学園、いざ参る。この番組は楽しい時を作る企業バンダイと、
ご覧のスポンサーの提供でお送りしました。さて次回、助けを求める人のために。お願いします、真剣ジャーニー。本当に腐れ芸道だ。必ず助ける。第31幕、恐竜折り紙、いざ参る。この番組は楽しい時を作る企業バンダイと、ご覧のスポンサーの提供でお送りしました。さて次回、謎の少年ヒロの望みとは。牛折り紙は暴れないよ。あやかしが狙っていたのは封印が、牛折り紙の封印が。第32幕、牛折り紙、いざ参る。この番組は楽しい時を作る企業バンダイと、ご覧のスポンサーの提供でお送りしました。さて次回、牛折り紙を止めるために。折り紙を使って披露。もっと早く壊しておけば。受け継いだ思いからは引き離せない。第33幕、猛牛大王、いざ参る。この番組は楽しい時を作る企業バンダイと、ご覧のスポンサーの提供でお送りしました。さて次回、突然の訪問者は。お父さん。お前を迎えに来たんだ、マコ。助けなきゃ。お父さん何とも思わないの。第34幕、親心娘心、いざ参る。この番組は楽しい時を作る企業バンダイと、ご覧のスポンサーの提供でお送りしました。さて次回、思い悩む龍之介。侍として戦うために。あいつは俺たちを、いや歌舞伎を裏切ったんだ。私は。第35幕、11折り紙全合体、いざ参る。この番組は楽しい時を作る企業バンダイと、ご覧のスポンサーの提供でお送りしました。さて次回、カレー食べたい。うまい。目標はミツバチです。うちこんなん嫌や。第36幕、カレー侍。俺は。この番組は楽しい時を作る企業バンダイと、ご覧のスポンサーの提供でお送りしました。さて次回、龍之介と千秋がつながった。お前私に合わせないから。俺のせいかよ。息を合わせようとしないだけだ。第37幕、接着大作戦。1たす1は無限大。この番組は楽しい時を作る企業バンダイと、ご覧のスポンサーの提供でお送りしました。さて次回、彦馬さん年に一度のお休みの日。鉄砲隊前へ。いいから行ってこい。殿様優しいんですね。そんないいもんじゃない。第38幕、対決鉄砲隊、いざ参る。この番組は楽しい時を作る企業バンダイと、ご覧のスポンサーの提供でお送りしました。さて次回、地獄の一丁目へようこそ。お前なぜ弱くなった。俺は違う。第39幕、救急緊急大至急。約束でしょ、命は預けるし命は預かる。この番組は楽しい時を作る企業バンダイと、ご覧のスポンサーの提供でお送りしました。さて次回、柴家十八代目を背負うとは、そのすべてを飲み込んでこそ柴の当主めが。第40幕、御大将出陣。殿様。この番組は楽しい時を作る企業バンダイと、
ご覧のスポンサーの提供でお送りしました。さて次回、うちがお姉ちゃんの代わりにちゃんと。琴葉、無茶しないで。あかん、みんなに甘いように。第41幕、送る言葉。真剣野郎、花より琴葉、参る。この番組は楽しい時を作る企業バンダイと、ご覧のスポンサーの提供でお送りしました。さて次回、悪魔炉の本当の狙い。お前さん、まさか。邪魔をするなら。第42幕、200年の野望。地獄をこの世へ。この番組は楽しい時を作る企業バンダイと、ご覧のスポンサーの提供でお送りしました。さて次回、家族、こいつにも。けどなぜあの時止めなかった。地獄が生まれたがっている。第43幕、最後の人たち。源太を頼む。この番組は楽しい時を作る企業バンダイと、ご覧のスポンサーの提供でお送りしました。さて次回、明けましておめでとうございます。もしその時になったら。第44幕、柴家18代目当主。嘘でしょ。マイル。この番組は楽しい時を作る企業バンダイと、ご覧のスポンサーの提供でお送りしました。さて次回、殿様は殿様ですよね。こんなこと抱えてずっと。この世を守るために姫と。第45幕、影武者。真剣レッド、芝薫。この番組は楽しい時を作る企業バンダイと、ご覧のスポンサーの提供でお送りしました。さて次回、一緒に戦ってほしい。頼む。私は生きていたいんだよ。するべきことはただ戦いのみ。第46幕、激突大勝負。嘘だけでは。この番組は楽しい時を作る企業バンダイと、ご覧のスポンサーの提供でお送りしました。さて次回、この手応えだけは真実。ただ私は薄川太夫、あなたを切る。第47幕、絆。真実、俺の。この番組は楽しい時を作る企業バンダイと、ご覧のスポンサーの提供でお送りしました。さて次回、芝一族、最後の日だ。今日こそお前を封印する。第48幕、最後の大決戦。お前たちの命、改めて預かる。この番組は楽しい時を作る企業バンダイと、ご覧のスポンサーの提供でお送りしました。さて次回、お前を倒し必ずこの世を守る。絶望ってのを教えてやる。殿、どうか。最終幕、侍戦隊永遠に。真剣じゃ、バイ。この番組は楽しい時を作る企業バンダイと、ご覧のスポンサーの提供でお送りしました。この番組は楽しい時を作る企業バンダイと、ご覧のスポンサーの提供でお送りしました。